ほら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 、ちょっと見てこれ。これ懐かしいでしょ。これスプラ1やってる人は知ってるんだよ。首チョンパー。すごいっしょ。これどこまでいけるんだろう。落ちた落ちた。では、私が今から首チョンパーのやり方を教えたいと思います。スプラトゥーン1をまず持ってること。これが絶対条件。はい。で、まぁ、あ、こうやってビーコンをね、立てておいて、なくなるタイミング。あ、ちょっと飛べなかった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 。このタイミングで飛ぶ。すると、なんと、首チョンパになります。こんな簡単なんだけどね。言うたら。すごい簡単でしょ？首チョンパ講座。ちなみにジャンプするとね、すぐ出れる。一瞬だけね、できます。これもちろんスーパージャンプで味方飛ぶのでも大丈夫。ちょっと見えるかな？ちょっと見えるかわかんないけど。見にくいかもしれないけど、まあ、ブロッコリーの中にいると。あ、すごい。あ、すごい、なんか中見える。ああ、すげえ、すげえ。俺がニトリで買った勉強机にめっちゃ似てる。ゴキブリになった気分じゃない？この視点。この視点ゴキブリになったみたいな視点になってる。